京都市伏見区砂川消防分団の力賀優馬です。大谷真也です。夏のボランティアの時に、まあ、女性団員の地域の方から消防団あんねんかって言われて、うん、消防士になるんですかって聞きたいね、うん、そこでいろいろ教えてもらって、あ、自分にもできることやなって思ってから即決で入りましたね。これは消防士になりたくて、何か学生中にできることはないかなと思ってて、友達がたまたま消防団に入ってて、その人の紹介で入った。入団前は火災が起きた時に消火活動を手助けするっていう固いイメージだったんだけど、実際は地域の人々の触れ合いが中心で、学生とかでも気軽に溶け込める、うん、結構いろんな世代がおるから、いろんな世代の話も聞けるし、学生中に学生の中だけで固まっておくのはもったいない。消防団での地域の人々との触れ合いを通して学ぶことは多くあると思います。学生というたくさん時間がある中で消防団として活動することは一つの選択肢だと思います。ぜひ消防団として活躍してみませんか。忙しくてなかなか活動に参加できないとか、力がないから私には無理っていう人もいると思うんですけど、実際はできる活動がたくさんあるので、女の人でも男の人でも、もしよければ一緒に頑張ってみませんか。